皆さんこんにちは。今日から楽しいレッスンが再開です。今日はクラリネット壊しちゃったをいろんなバリエーションで弾いてみます。いろんな音やリズムを自由に作ってみたり、コード進行を少し変えてみたり、オブリガードやクリシェという奏法で弾けるととても演奏の幅も広がります。いろんなリズム、伴奏で弾けるととても楽しい曲です。クラリネット壊しちゃった。